こんにちは、Fスターの丸山です。さあ今回ですね、黒沢清監督最新作、クラウド見てまいりましたので、こちらのねネタバレありレビューやっていこうと思います。本当はレビューする気全然なかったんですよ。もうフラーっと見に行って、本当メモとか何も今回取んなかったんで、軽めのね、レビューになります。それはご了承ください。じゃあなんでこの、タイミング遅くなった上に、全然準備もしてないのにレビューしようかと思ったっていうと、軽めだったんですよね。黒沢清作品の中でも結構軽めだった。でさらにその上で面白かったっていうことで、あ、じゃあこれはなんか軽い切り口のレビューがあってもいいんじゃないかなと思って、今回そんな感じのレビューをやっていこうかなと思っております。はい、そんなところですかね。それじゃあやっていきましょう。まあ、これさっきも言ったんですけどね、今作は、軽さがありますね。非常に黒沢清作品って結構難しいなぁと思ったりするんですよ。カリスマとかカイロもちょっと終盤どういうことなんだろうみたいなところがあったりして、それでもキュアとか、クリーピーとかね、結構サイコスリラーものとして単純に面白い作品もあったりするんで、黒沢清監督内にエンタメ性に振り切った作品ってのが、僕の中で結構ちょうどいいなっていうところがあって、そっちの黒沢清に当たればいいかなと思って期待して見に行きましたっていう感じだったんですけど、まさにその感じで、そこまでめちゃくちゃ考え込まなくていい、ちょうどいい塩梅の黒沢清っぽさっていうのがありながら、話は非常にシンプルであると。こんなにシンプルな話の流れって結構あんまなかったんじゃないかなと思いますね。それをね、黒沢清監督がやることによってちょうどいいんですよね。なんかめちゃくちゃ独特な妙なテンポ感で進んでく、ですごいドライな視線で進んでくんで、シンプルだけど黒沢清っていうね、この塩梅がすごくちょうどいいんじゃないかなと僕は思いましたね。っていう感じでシンプルなんですけど、めちゃめちゃツイストも効いてるなと思ったりしてて、まあ、主人公は、須田将暉ですね。どうしようもない転売屋でして、その人が、独立して、独立っていうか仕事を辞めて転売一本でやっていくという感じになっていくと、今までのカルマみたいな、須田将暉が犯した業がめちゃめちゃ襲いかかってくるみたいな話の流れになっていくと、そこまでの展開はなんかわかるんですよね。わかるし、このネットの恐怖みたいなねところ、だからそのカイロでやったそのインターネット自体の、あのなんつうのかな、無限にこう広がっていくそのネット世界の、なんか怖さみたいなところを描いてた側面があったと思うんですけど、そこのもうちょっと先をね、ネットが普及して、その今の現代で顔の見えない人たちが実際に攻撃してくるとどうなるのかなみたいな、そういうのが見えた話の流れになってますね、今作で。実際にあの岡山天音さんね、あの人がもう終始覆面をかぶってて、そういう感じでもうまさにね、2ちゃんのね、ナナシみたいな、そういうね、顔の見えないアンチ的な感じですよね。そういう感じを体現しててね、こんな分かりやすくていいのかなぐらいの、分かりやすさがある作品でしたね。はい、序盤から中盤までね、話のツイストが非常に面白くて楽しめたかなと思いますし、あと序盤のあのバスの中の後ろの人影が急に動くとことか、突然家を訪ねてくる荒川良しとか、もうこういうね、ホラー描写っていうのがさらっとやっちゃう、これがかっこいいし面白いなと思いますね。あとやっぱり黒沢清作品らしいね、カメラワークであったりそのモチーフみたいなところ、そこもね、めちゃめちゃいっぱい出てきてた作品だなと思って、ね、その黒沢清作品のカメラワークというと、その三脚ついてて、三脚にその転がせるように足がついてる、足がついてるけどグーって動くみたいなカメラワークが、結構あると思うんですよね。僕はなんかちょっと古臭いカメラワークっていうのを未だにやってるっていうね、これがめちゃめちゃ好きなんですけど、今作もそういうのがあってね、菅田将暉が引っ越す前に古川琴音と一緒にね、喋ってるシーン、そこでね結構長いカットがあって、このカメラグーって動かして、そうするとちょっと動かすと背中越しに顔が出てくるみたいな、めちゃくちゃ計算されたねカットがありまして、これがねめちゃめちゃ良かった、これはよくやってますわとっていう感じもありつつ、あとはルックですね。だいたい暗い陰影がめちゃくちゃ強い、暗部がめちゃくちゃ多い、不穏な雰囲気って感じの絵作り、これがね本当に、随所にありまして、これがね楽しいというか居心地が悪くて、まあ、黒沢清映画だなという感じがありましたし、あといつもの半透明の遮蔽物っていうところもねめちゃくちゃ出てきてますね、今作。その黒沢清作品においてのこの何、半透明の遮蔽物っていうのは結構なんだろう、こっちの世界とあっちの世界の境目をすごい表してるなと、毎回思うんですよね。その
カイロの時もその怪がその半透明のビニールのカーテンの向こう側で起きてる。だこっち側の世界は安全だけどあっちに行っちゃうと、もう戻ってこれないみたいなね。あとはクリーピーでもね、すりガラスみたいなところに香川照之がいるみたいなね、すごい気持ち悪い印象的なところで使われるモチーフですよね。今作も岡山天音さんがね初めて、菅田将暉を襲いに来るシーンがありますけど、あの特報でも使われてるあのシーンですね。あそこも、こっち側の菅田将暉のいる安全圏のこの家の中と不気味な存在として出てくる、そのマスクのとこってところでこっちの世界とあっちの世界の境界線として今作も使われてたなという印象でありました。地元の先輩久保田くんがロッカーからこう飛び出してくるシーンがあるじゃないですか。あれも、そのビニールの遮蔽物の中に入っていくっていうね、相手のテリトリーの中に入っていくあの緊張感を演出するのにまた使われてまして、遮蔽物の使い方がね毎回うまい。いつものモチーフだと暗い倉庫ですね、はい、これも今作、がっつり出てきてましたね、はい、後半のその、菅田将暉が誘拐されていく場所っていうのがもう暗い倉庫で、あの回路を思い出すようなね、暗い倉庫になってましたね、はい、場面が作りやすいんだろうな。陰影がねすごくつけやすい、まあ、光も結構ねコントロールできるんじゃないかなっていうのはあったりしますよね。黒沢清作品で出てくる倉庫って結構窓が多いんで、まあ、窓塞いでねその明るさを調整もできるし、佐野くん、はい、佐野くんが助けに来るんですけど、そこでシャッターが開くんですよね。シャッターが開くとこの光が入ってくるんですよね。そこの音とその光の入り方だけで、あ、来たんだなってのが分かる。こういう演出もできるっていうね。普通に後ろから来ればいいところをああいうねシャッターの演出にわざわざしたってところが、今作あるんで、だからねその倉庫の仕組みっていうか倉庫の面白さっていうところを 120% 出せる監督だなと思います。で、あとラストのね怪しい空、はい、怪しい空というか雲、夕闇時のあの感じですね。もうナンバーガールみたいなあの感じ、なんかカリスマの時も出てきたと思うし、カイロのラストの方とかあんな感じでしたもんね。一個の事件自体は解決したんだけども、こっから結局別にこっから好転していくわけでもない、結局このまま地獄が続いてく、まあ菅田将暉がねセリフでも言ってましたけど、はい、という感じで、もうまんまそのまんまの情景、そのセリフのまんまを情景で見せてるっていう感じが、今作もありました。遮蔽物と、倉庫と怪しい空、この3つは黒沢清作品に、毎回あるモチーフとして出てくるものが、今作ふんだんに入ってたんで、めちゃくちゃサービス精神が旺盛な作品だなと思って、そういう意味でもやっぱエンタメだなと思う、ところでありましたね。あとね、とっかかり的にはね、あんまとっかかりづらいんですよね、今作。誰が感情移入できんの？デンバイアにって感じで。序盤も感情移入できないし、中盤ぐらいのさらわれてからもね、まあそれはそうなるよな、みたいな感じがあって。全然感情移入できないんですけど、むしろその被害者の人たち、被害者というか、その周りの人たちですね、その人たちに感情移入できるんで、おお、もうまあやられるよねってなってくんですけど、その人たちがねやりすぎなんですよね。そんな殺すほどじゃなくない、どう考えてもっていう、はい、別に会社辞めただけじゃんみたいな、まあ、荒川よしよしとかめちゃくちゃやりすぎだし、まああの工場の社長さん、あれきっかけで工場が閉まっちゃったんだったら、まあまあ恨むのもわからんでもないなって感じだけど、その辺は描かれないんで、絶妙にどっちにも感情移入させない作りになってましたね。荒川よしよしが漁師の人をね撃っちゃうじゃないですか、殺しちゃうんですけど、はい、そっから完全にあ、もう違うんだなっていう、この人たちはもう一線超えてるからこっちを信用しちゃいけないんだなっていうのがすごい分かりやすいトリガーとしてあったし、まあ、そこをきっかけにして菅田将暉に、しっかりねなんか感情移入できるようになってたかなと思いました。あまりに追い詰められすぎてるんでね、感情移入できるなという作りになってたし、あと佐野くんですね、菅田将暉を明確に助ける理由がないからこそ、その逆にその予想できない話の展開になってたなと思いましたね。最後ね、あんなドンパチすると全く思わなかったですからね、序盤の感じだと。普通になんだ、サイコスリラー的な感じで菅田将暉が殺されて終わるのかなと思ったんですけど、最終的にねやり返しに行くっていうね、これは面白い。結局ね、古川琴音もね、なんか結局金目当てだったっていうのがわかる。誰も信用できないっていうね、結局金しか信用できない、っていうのがわかる。まあ佐野くんもね、結局儲けることしか考えてないし、儲けがでかそうな、菅田将暉にくっついていってる。だからあの人たちの側についても多分儲かんないから菅田将暉を助けてんだろうなって感じ。信用より金だよっていう作品でした。
ただしそういう新年になると地獄になるよっていう、終わり方みたいな感じがあったかなと思います。はい、深掘りしようと思ったらね、いくらでも掘れる作品だと思うんですけどね。黒沢清作品でこんな軽めに楽しめる作品ってあんまないんじゃないかなと思って、そういう感じで楽しんだんですけど、まあそれでも全然面白かったなと思います。はい、みんなどうでした？よかったらね、なんか自分の感想、みんなの感想ね、コメント欄にもらえると嬉しいなと思ってます。はい、よければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄の方にいろいろ貼ってありますんで、よければ、見ていただけますと幸いでございます。はい、それじゃあまた。